ドンケツ、そんなトロの顔するなんてごめん、なんか混乱した僕がさ、あー俺の顔が完全にイレギュラーだよまさかドンケツがあんな顔してくれるなんて思わなかった。すごかったよな、あのドンケツの顔。そんで最近さ、初見さんの方かな、こういうコメントもらったんだよね。少し引きました。どうしてくれ万人受けするようにもうオープニングはやめたいと思います。本当だからな、次は絶対にしないからな多分。それじゃあ今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、チルドレンオブザノアバージョン12ということで、子供たちではないということでしょうか。で、説明文にレッドコインって書いてるから、おそらく赤コインコースなんじゃないでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.86%。 そんでさ、僕今までずっとピンクコインって言ってたと思うんだけど、今後赤コインっていう言い方は変更したいと思います。よくね、説明文とかにもレッドコインって書いてるから、おそらく赤コインっていう言い方が正式名称だと思うんだよな。だから今日僕はピンクコインって言った瞬間、このコース即終了したいと思います絶対無理だと思う。開幕魚だ、バネと魚が出てくるっていうことは分かった。じゃあ一旦魚を避けておこうか。いや、むしろ倒しておこう。ここだ、はい、勝ち、負け今めちゃめちゃ上手かったじゃん、この魚踏むの。ナイスタイミングだったと思わない？じゃあこの上でこのオンをしろっていうことね。あーちゃん、そういやコメントでね、この人一人で300ぐらいやってるっていうコメントがあったんだけど、300じゃ足りないのよ。欲を言えば8役から10役ぐらいはやる。このストーケンがー、また言われるって。ただただうるさいだけの実況者だって。そんなこと言われないように語彙力たっぷりで落ち着いてこのコースやっていこう。頭ペッカーン、罠のサイクルが早いのよ。この一画面のこの左下の場所だけで何回やられてんのよ罠が多すぎるんだってこのコース。じゃあ一旦この金槌を避けておこう。そんでリフトに乗ってこのカロの甲羅を取っていく。オンオフしてみる。一旦オンしたらどうなるの。うーん、なんかフラワー様が出てきたね。お前が燃えろー。もう全部罠に引っかかる人みたいになっちゃってるって。そんなマジで求めてないって。求めてるのはこの動画を見てる頭のイカれた人たちだけだってギガスラッシュ、そろそろ集中しようか。別のゲームの技名まで出してきたらダメだと思う実況者としてマリオやってるんだから、ちゃんとマリオに関係のある言葉を使いなさい。わかりました。じゃあここはガーリックチャーハンに当たって右に行く。そして最近マリオ新しい技を覚えました。テルルテッテッテールーラもう今日実況やめようかな。50コイン取らせてくれんのかい。あなたは僕を信用、いや大丈夫だよ、信用しない方がいい。ただこの50コイン通ってから先に行けるとなんで隠しブロックがあったよ。まあこのくらいだったら、普段僕の動画をね見てくれる方たちだったら全然引かないと思う。むしろいつも通りだと思ってくれると思う。もうその考えがおかしいからな、絶対に。もうその考えマジで改めた方がいいよ。なんだってね。じゃあね、みんなの感覚を取り戻してあげよう。自分がいかにヤバいやつの動画を見てるかっていうことをね。行けよ俺。ボスモード入りました。危険です。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。ここでスーパーミラクルローリングスーパーサンダーアタック。まだいんのかうるせえみんな勘違いしないでよ本当に。僕いつもは本当にうるさいやつだから。何匹もいるなんて聞いてないよ。もう一旦右に逃げようかカオスカオスやべ、カキあんなに大量生産、羽の生えたやつだったらさ、カキパネーなんつって終わってんじゃねえかこれ。つまんないよ、コースは素晴らしいのに実況がそれをダメにしちゃってる。まあいいか、それをみんな褒めるから向上心のかけらもねえなじゃあ一旦このハテナブロック叩いてみようか。何もない。いや、左上のハテナブロックも怪しいな。なんか今ここ床がなかった。っていうことは僕閉じ込められたっていう感じですかね。なんか右テレサが出てきたってことは積んだんじゃないの。いや、このハテナブロックにかけるか。なんなんだこのハテナブロック。いないいない。もうやだこのコース怖いよ。でも一番実況してる人が怖いかもしんない。みんなのデータよ、こうなっちゃうのは。ビンビンビン、ここはゆっくり。皆さん長らくお待たせしました。
そろそろ僕引退時かもしんない。引退を長らくお待たせしました。これ普通に入れてくれるかな。右に土管に入れませんねっていうわけじゃなかったね。さあチェックポイントはそろそろあってもいいと思うけど。絶対なんかしてくると思ったよ。ほうだいそぐらお見通しさ。どんだけドロールコースやってると思ってんの。ここはジャンプした瞬間すぐ右に行こうか。強引か。じゃあこいつもジャンプした瞬間すぐ左に行く。オーケーオーケー。これは上に行けないのかい。バネの上に通り越えていけないのかい。いやマリ君ならいけるさ。こっからスピンジャンプしていけばアウト。なんか今日さ面白くない。つまんなすぎて面白いっていうのかな。で最近こういう言葉ももらったんだよね。ピオキングさんのツボってピオキングさんでしょみたいな。まあまああながち間違いじゃないよな。自分が面白いって思う言葉を喋って言ってるんだからさ。じゃあここは右に。いや絶対このファイヤー怪しい。右の方で撮っていいのかい。この場所で撮ってみようか。そしたらファイヤーは出せないっていうのは分かってる。じゃあ僕はどうすればいいの。右のボム兵爆発しないのかい。爆発しないねっていうか僕はこの場所でやられるしかないのか。なんでそこでバネが出てくんだ。え、どうしようかこの上。一番右まで行ってもさ、バネは出てこなかった。で、真ん中のところでジャンプしたら出てきたってことは、ファイヤーを取らないでこの上に行けっていうことなんじゃない。そしたらバネが出て、オッケー。お前は腐ったろ。一旦上に逃げる。そしてすぐに逃げればいいっていうことか。やめろやめろ、キノコ様こっちに来るんじゃないよ。サードワンに入っていきましょう。中間ポイントは見えない。でも絶対にこの砲台の中にあると僕は見た。どっかで砲台が崩れるんだろう。分かってる。キノコ様。しょうもねえ、ボミ進んだ。でも見えたね、この砲台の下に中間ポイントがあったってこと。じゃあ一旦このツタに捕まっておく。ああ、なるほど、これで中間が取れるのね。シャッ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 。いやほんと嬉しい。結構中間長いもんな。うん、どっかすげえ行き道あるな。どこに行けばいいんだい。この黄色のブロックのところかい。ブロックじゃなくて土管ね。土管のところに行けばよかったのかい。うん、それ以外の土管は入れませんね。こっからしていいんですか。僕に楽をさせてもらっていいんですか。でも一つだけ言いたい。中間ポイントあと4ポイントぐらい増やしてほしいね。全部で6個みたいな。バリャー、すぐ入ろうこの黄色の土管に。あら、土管入れんね。左？ああ、こっちの土管でよかったのか。てっきり黄色って思い込んでた。ここは左を失敗しても何もなかったけど、この砲台は怪しすぎる。あの P スイッチも怪しすぎる。一旦 P スイッチの場所までゆっくり行こうか。絶対に何もしてくれないよ、砲台。何もしてこないな。急に上がってくるとかそんなことはないよな。 P スイッチを持ったからここから右ダッシュだ。砲台！Pスイッチ持ったところでどうするんだろうな。この場所で踏めばなんか変わるみたいな、そういう感じなんじゃない。ツタかなんか出てくるみたいな。オッケー、危ない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 。大概つだよ。仕掛けさえ分かってしまえばこっちのもんだもんね。すぐこの扉に入っていけばいいっていうことだもんね。さあここで綺麗なお花畑が見えたよ。いやまさかね、こんなバグみたいなの使ってくると思わなかった。危ない。右にも飛んでくんのか。そうかそうか。そしてオンをしていいのか一旦してみる。いや右の土管も気になるけど、してみようか気になるから。あ、何も変わんないの。うわ、どうしよう。どっちかの状態で右に進めっていうことだと思うから、じゃあ青のブロックが出た状態で行ってみようか。これでノアって書いてるけど何かしてくる。何もしてくる。あ、パワー持ってた。やったね。ていうか何もしてこないんだ。1,2,3,4,5,6 体いるけど、どれが採用してみんな。僕一番左の赤い唇だね。あの紅生姜みたいな色が何とも言えなくて可愛い。じゃあパンを投げてみる。そしたら誰が鍵を持ってるんだ。オッケーオッケー、この鍵を取ってこの鍵扉に入っていこうじゃないか。ノアって書いてたから違うっていうことなんかな。やっぱりね。誰か助けてよ。この土管に入ったらさ、パンを持って戻ってこいっていう感じだったけど、ここ土管結構高い。あ、なるほどね、隠しブロックやるか。待って、パン様。落ち着いていこう。まずパンを持とう。そして隠しブロックを叩いて土管に入ろうじゃないか。そしてオンオフを変えていいのかい。さっきは変わってなかったけど、このオンオフをしてすぐ左に行く。採血。右まで逃げておく。なんか危ないもの、ハンマーとか飛ばして。あ、もう一回オンオフ変わんのね。そしてここは下に降りていいのかい。何もないよな。オッケーオッケー。そしてパンブロックを持ってあのドアに入ればいいだけだと思うんだけど、本当に素直に入れさせてくれんのか。頼む。奥からのドアに入る。オッケー。よっしゃ。
なんでここに出んのよ、話が違うじゃねえか。さっきのヒント的にこのパン投げるんだったっけ。一旦置いてジャンプしてみようか。これで届かない。なんか隠しブロック、あぶっなるほどね、置くんでよかったのか。じゃあこのパン持っていくで合ってるよ絶対に。そしてこのピンスイッチ鳴り止むまで待っておこう。砲台は下がることはないか。じゃあこの扉に入っていこう。そろそろチェックポイント欲しいけど、チェックポイントにって書いてるね。下が怪しい。絶対このパン置くんだよ。針かなんかあるんだろ、分かってんだやべめちゃめちゃやべ。え、これガバ発見。この上何もなかったら僕はもう最初からやり直しするしかないよ。頼む、上に何かあって、やったマグルよ、君に会えてこんなに嬉しかったことはないね。ここで隠しブロック叩くじゃん。そしたら P が発動すると思うんだけど、この P が鳴ってる時に行かなくちゃいけないね。そうしないと足場がなかったもんな。さあ行こうじゃないか、この上の隠し。何すんだ重要人。てかさ、ずっとパワーブロック持ってきてるけど合ってんのか。このパワーブロック本当にいるのかな。中間ポイント2が見えた。中間ポイント2が欲しいよ。この下普通に行っていいのかい。頼む、中間分何も邪魔するな。隠しブロックとかありそうだな。でもブラパが出てもこのパワーブロックがあるからね、全然大丈夫さ。さあ取らせてくれ、やったえ、これを積んだまあ全然いいよ、中間に取ってるからこっからだもんな。なめるな、僕はもう中間ポイント2を取ってんだ。ヒットポイントで言えば38は回復してんだよ。そして右側のピンクコインじゃないよ危ねえ強制終了するところだった。そして左のオンを変えていいのかい。やめろやめろ、もう一回変えてくるとかそういうことはないみたいだね。いや、ちゃんと赤コインって言わなきゃな。そしてこのまま下に降りてってよかった。オッケーオッケー。で、左のトゲゾウを取っていいのかい。上から取るのが正解、いやと見せかけて左から取る。そうだろ、僕は君が嫌いだただの試験じゃねえか。もう無視していこう、あんな時そうないから。無視無視無視しても先に進めるんじゃない。この上に進めないねやっぱ時さんいるんじゃねえか。シンプルでいいね、隠しブロックなんか設置してくれちゃって。じゃあこの辺からジャンプしていこうか。届け地味に難しいのよここ、ジャンプ調整がさ。次こそ決めるよ。オッケー、ナイス。そして上のブロックを壊したら先に進めると思うんだけど、ヨシコが見えるね。行くぜヨシコ。そしてこのままキノコを食べ。太陽くん痛いよ笑って。あの太陽めっちゃ速くなかった。じゃあヨッシーの方に行かないですぐに土管の方に行ってみようか。それで滑る。オッケー、危ねえ、今絶対当たっちゃったよね。さあここはどうすればいいんだ。絶対落としてくると思ってた。僕はトゲをかぶってるからね。さあ P 風船が出てきたけど、この P 風船を取って左下まで行けっていうことだね。さあ行きましょう。マリー、あの先にはきっとゴールが待ってるよ。この先ゆっくり行こうか。絶対左から何が出てくると思ってた。そんくらい分かってんだ。ここは一回も引っかからない。そしてスネを今日は行かせてもらうよ。ここで上を審判だ。何もするな。誰にやられたんだ。おかしくないかナスコ、誰にやられたんだろうね。よく見たら裏にバーがあるのか。ってことはバーに当たらないように一旦左に行っておく。そしてその後ドアに入ればいいっていうことなんだね。さあゴールが見えた。絶対に一回でゴールにしてみせるよ。ゴールがこっちに来いっていうか、いつも思うんだけど、なんで僕が行かなくちゃいけないんだ。ゴールが来ればいいんだ。ゴールさせてくれんのか。どこに連れて行ってんだまあまあこの赤コインを全部取ることは必須だと僕思うんで、多分ね土管に入ることが正解。多分こっちは正規ルートだよ。こっからどうすればいいかまだ分かってない。ドクロリートが来るのは分かってんだけど、あのドクロリート絶対乗ってしまうよな。だから右押しっぱでいい頼む、次こそ行ってくれ。一旦バーが上に来た時にこっから右押しっぱ。ダメだ何回やり直してんだろうねここでじゃあさ、ジャンプして今マリオがいる位置があるじゃん、ここに入れってこと。綺麗に、そんな鬼畜なことさせないと思うんだよな。てっぺんに行ったらジャンプ右を失敗してみる。多分ね上に隙間があると思うんだよな。だからここで、あ、行けた普通に
にバーが一番上のところで降りればよかったのね。めっちゃ難しい考え方してた。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スーパーマリオブラザーズ1-1全自動ループって書いてるんだけど、説明文にほっとくとタイムアップまでループし続ける全自動です。 3D ワールドスキンはダッシュブロックのおかげで土管を全自動に組み込めるのがいいですねって書いてるんだよね。いやこれすごくない？全自動なのに無限ループ、そして1-1と全く同じ形だと思うんだよね。ツイッターで教えてもらったんだけど、ぜひやっていきたいなと思いまして。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 36.61%、 意外とクリア率低いんだな。 36% って言ったら約3分の1でしょ。そして合理条件もあるのか。コインを30枚取ってからゴール。今ちょっと片言だったな。で僕ね今コントローラー置いてるんだけど、すげえちゃんとほんと1-1の形になってる。で今ねちょっと通り過ぎたけど、見た？ファイヤーのアルバスもちゃんとねそのまんま再現されてるね。でダッシュ板があるじゃん。僕今初めて知ったんだけど、ダッシュ板の上に乗ってたら土管も勝手に入ってくれるんだね。マジで今ね両手フリー状態、めちゃめちゃ楽だな。で今まだねコイン6枚なんだよな。いつ30枚集まるんだろう。ここもちゃんと再現されてるな。うわすごい、もうすごいしか言葉が出ない。いやめちゃめちゃコイン取れたよね。そして残り5枚は、あまだか。そしてこの下の土管に入っていけば多分ね5枚取れてゴールできるっていう形だと思うんだけど、これ500秒あるじゃん。500秒待ってたらねとんでもない時間になると思うから、多分どっかでねゴールできると思うんだよな。だからゴールできるタイミングでゴールしたいと思うんだけど、あゴール条件集まったね。でこれでもうゴールできるんじゃない？どうなんだろう？ゴールさせて！なるほどね。こういうことか。これさっきと全く同じ形になるんじゃない？一番最初に見た感じとはちょっと違う？あなんかちょっとち、あーいやいや一緒か。これでまたさっきのと同じ風になるんじゃない？ちょっとごめんね語彙力が足りなくて。多分こっからずっと同じになると思う。ほらほらほら、また下の土管入ったでしょ。でも僕気になってることがあるんだよね。本当に500秒時間経つまで一回もやられないのか、それだけを検証させて。ただ全部見せるとめちゃめちゃすごい時間になるから、カットだけさせてもらうわ。カップになるのかだから待っておこうかな。いや土管とか入ってる時って時間止まるからめちゃめちゃ長い時間になると思うから、カップ麺マジで食べてきていい。さあカップ麺ができたよ。まだやってんの？マジでや、もうマイクの前にさカップ麺持ってんだけど。聞きたくない方はね耳を塞いでください。今から ASMR が入るかもしんない。うめえ。これね今日清のさ醤油味のカップヌードル食べてんだけど、めちゃめちゃうめえね。もう実況しながらご飯も食べれるって最高じゃんこのコース。これ以上ふざけてるわけじゃないからやられるところまでカットするわ。ごちそうさまでした。さあ残り1秒のところまで来たね。スコアもとてつもなくすごいことになってるんだけど、本当に無限ループ全自動だったわ。いや素晴らしい。さあこっからはねまた同じことを見せちゃうんで、30枚集めたところまでカットしたいと思います。さあこれがねラスト周回で30枚集まると思うんだけど、ここでね自分で入力してゴールしなきゃいけないと思うんだよな。だからここでこう、おっよし。いや本当にこんな全自動無限ループ1-1は初めて見ましたね。実況者に優しい、ご飯を食べながら実況。ぜひ皆さんもですねこの1-1をやりながらカップラーメンを食べてください。どうもご視聴ありがとうございました。絶対食わねえよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。